はい、皆さん、毎度毎度。若い方はね、あまり巻物パーマってのは興味ないみたいだね。宿毛矯正の方がまだ興味あるような感じかな。うちのしょぼい再生数見ててね。それでもね、若いさ、美容師さん、特に男性の方ね、ロット巻きっつうのがね、まあ簡単なんだけど、とにかく負けるのはみんな負けると思うけどね、手際よくパラ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 負けないっていうの？なんとなく巻いてる自分でね、疲れるとかちょっと遅いなって感じる方、これね、自分もね、ずっとパーマ巻いててね、力むとやっぱり早く負けないんだよね。そこに達するまでね、30年ぐらいかかったね。女の先生はね、意外とそこに早く気づくんだよね。女の先生っていうのは、もともと力出さないように仕事するのが女の先生の仕事の仕方だからね。比較的ね、女の先生が巻くのが早いっていうのは、力を出さず力まず巻くんだよね。で、男性美容師はね、どうしてもね、力んでしまうのよ。力を出してしまう。力んでね、さっさっさっさとカンフー映画みたいに、パッパッパとね、やろうとするんだけど、それがかえってね、遅いっていうの、早く負けない原因を作ってしまう。そこに達するまでね、30年ぐらいかかったね、本当に自分は。で、なんで30年かかったっていうと、やっぱり若い時っていうのは体力あるからね、力んで力出してもね、疲れなかったのよ、大して。だからね、平気でそういうことやってきたっつの。で、その時の巻いてる感じってのは、ガツ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 巻くっつの。そんなイメージで巻いてんだよね。で、まあ、ガツガツ力出して力んで早く巻けるけど、そういう時って、モチベーションが下がってる時ね、やっぱり体のどっかにね、力みとか力が入ってっから、早く動こうと思ってね、無理やり手を早く動かして、ロットトリックとロットね、掴み損なって落っことしちゃったりね。と、余計仕事が増えて遅くなってね、なんか自分でイライラするっつの。で、パーマね、30年ぐらい巻き続けてね、で、ある一定の年齢来るじゃない？おっさんになるでしょ？もう初老になってくんでしょ？そうするとね、疲れんだよ。で、やっぱり朝、カッカカッカ巻いてる時に、あ、このスピード出したらもう疲れると。もうちょっと流して巻こうって思ったんだよ。その時だよね、力を出しちゃいけねえと、疲れるから。とにかく体をね、大事にしようと思ったっつうの。で、どうするかって言ったら、やっぱり力出さない、力まない。とにかく脱力系で巻くっつうの。今もこれ、脱力系で巻いてるけどね。すべて脱力じゃないとうまく巻けないんだよ。まあ、何回も言ってるけどね、このテンションもね、巻くとき、わずかにかけるとね、大体100グラムぐらいでいいんだけどね、それを倍にするってことは、まあ、300グラムぐらいいっちゃうんだよね。そうするとね、ウィッグの重さが600グラムだから、それを半分の重さの、荷重っていうか、引っ張りテンションをかけちゃうわけでしょ。そうするとやっぱり、怪我滑んないようにしっかり抑えなきゃいけない。しっかり抑えるってことは、やっぱりロットもしっかり持たなきゃいけない。すべてバランスが崩れちゃうんだよね。するとね、体の動きがやっぱりぎこちなくなるんだよね。特に男の先生ね。まあ、ぎこちなくなってね、なんかかったる動きになってうまく負けないっていうの。それでもモチベーションが上がってるときはね、気合と根性でね、もう体にムチ打ってね、ガッガッガッと負けていくんだけどね。それやると疲れんだよ。だけど若い時はそれで疲れなくて、かえって気持ちがいいんだよね。仕事したみたいでね。で、それ引きずってると、なんかね、モチベーションが上がった時とモチベーションが下がった時、こう巻くスピードが全然違っちゃったりするんだよね。やっぱり、なんだかんだ言って、最後の最後は脱力幽霊みてえに巻くっつうの。本当に最近幽霊みたいな感じで巻いているよね。ふわふわそろそろね。で、かからねえかったら全然かかるからね。あと、こういうご年配のパーマを巻くときね、あまり力入れるとね、首がガクガク動いちゃうのよ。筋力が弱っちゃってるからね。だから、できるだけ首を動かさないようなテンションでね、お疲れさせないように巻くってのも、あるよね。若い美容師さんね、アシスタントの方ね、これからワインディングをね、覚えなきゃいけない方ね、これはいろんな先輩にさ、テンションかけろとか、へったくれとかって言われるけど、これを誰のことを信用するかね。誰を信用してもいいんだけど、まあ、自分はテンションをかけろで、もう軽く10年ぐらいは損するよね。皆さんはね、誰の話を信用するかね。まあ、多数決で言ったら、テンションをかけろが99人ぐらいんじゃない？で、そのうちの1人、あともう1人、柴ちゃん先生がテンションかけるだって言うかもしんない。ね、はい、お疲れ様でした。